どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、引き続きビジネスかつ就活のスペシャリストの方々3名と新しい就活生に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまず自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、筑波大学修士1年生の松原咲希と申します。大学院では主に夏季養殖とオーストラリアをキーワードに研究を進めています。一次情報を集めることがとても好きで、例えば宮城県で養殖料理をやってみたり、鹿児島で農業をやってみたり、あとは日本で来てる外国人の方にインタビューをして、現地の名前をプレゼントしながらちょっと文化について教えてもらうなど、本当にいろんなことに浅く広く携わっております。特技は一国道の声が遅れるものまでです。本日はよろしくお願いいたします。じゃあまず一国道の声が遅れる、まずですね、いいですか、ええ、いきます。あれ、声が遅れて聞こえるよ、なんで、はい、学芸会なんですね。でも一国道さんを選ばれるっていうのは面接官おじさんじゃないですか。だからちょうどいいんじゃないですか。新しいの言われるとついていけないんですか。確かに二次優とか言われても分かる。今の PR は面接官目線で良かったっていう、素晴らしいところ、ありがとうございます。現在の就職活動の状況を教えていただいてもよろしいでしょうか。7月頃から就職活動を始めて、本選考が始まったのは10月くらいです。で、今は一番進んでるので最終選考の前の段階で、主に、まあ、いわゆる大企業さんよりかはスタートアップだったりミドルベンチャーだったりを受けております。具体的にどういうところを受けたんですか。本当に業界は絞っていなくて、今後も絞る予定がないので、デジタル広告とかマーケティングとか本当に様々に様々な今10社以上受けられてますね。サマーサマーインターンは10社以上受けていて、本選考も10社弱になります。ということで自己 PR をしていただいてもよろしいでしょうか。キャッチコピーは無害のハリケーンということで、何かを始めるときに、まあ、自分でやることが多いんですけど、そこからいろんな人を巻き込んでやることがとても多いんです。最近ではキャリアコミュニティの中でオンラインイベントを自分で開催することが多くて、それをやる中で一緒に企画をやってくれる学生を募集して人数を増やして企画するなどをやっております。あとは大学時代ソフトテニス部に入っていて、その中で主将をやらせていただいた経験が主将すごい、はい、ありまして、そこでも、まあ、女子と男子の、まあ、レベル感の差に対してモチベーションが下がっているっていう状況から、練習メニューを一緒に考え直したりだとか、男女別で練習してみるなど、いろいろアイデアを提案しつつ、みんなが主体的に部活ができるように工夫をしてきました。はい、以上です。ありがとうございます。今の自己 PR 聞いてどう思われましたか。まあ、無害ハリケーンっていうキャッチコピーはいらないから。僕もそう、はい、同じ意見です。頭がいってなんかちょっと入ってこない。僕も同じです。なんかむしろその後に面白いことネタがいっぱいあるのに、そこに気になるってことですね。でもそれは一つなんですけど、でもまあいろいろ後で詳しく聞いてみたくなるようなネタを散りばめてるっていうので言うと、面接のこれ最初に言う話としてのイメージですよね、はい、だとしたらすごいいいんじゃないですかね。このキャリアコミュニティのオンラインイベントどうとか、ずっとこう面接に入っていってるので、よくありがちなのは私の強みはどうだとかみたいな感じで言うと、もうとっかかりがないんで、あんまりこう話が始めにくいっていうか、結局抽象的なことを話すともう一回ガクチカから聞くみたいな、ちゃんと具体的にやっていけばと言ってくれたので、スムーズに入っていきやすいなと思います。話し方は上手だと思うので、普通に面接はスムーズに進むのかなと思いましたっていう感じですかね。ただすごくインパクトのある具体例とかはないので、よりハイレベルな会社さんから見るとちょっと物足りないってなってしまうんですよね。ただまあ一般的な会社さんの基準からすると、そつなくお話しされてるかなみたいな感じですかね。もし本当にサラリーマンとして就職したんだったら、首相としての経験って多分最初に出した方が良くて、なんなら組織を束ねてモチベーションアップをしてっていう経験って大企業で一応求められてる組織なので、僕はそれを一番に持ってきた方がいいかなと思いますと。で、あと人数が何人ぐらいなのかって気になってて、何人ぐらいなんですか。ソフトテニス女子だけは大学は少なくて10人ぐらいです。はいはい、
まあでも10人でも組織なので、なんかそれで10人の首相だったらイメージつくので、10人まとめて、でもちろん10人の中でも格差ができてしまって話っていう話をすると、もっと具体的にこっちにスッと入ってくるかなというふうに思いました。ちなみに最初のその無害なハリケーンってどういう感じで選んでたんですか？どういう人物かっていうのを想像しやすいかなって。しにくいわハリケーンのように誰も取り残さず一緒に活動してるっていうことを後の。そういう意味だった。なんか結構ハリケーンって破壊って言うのあ、それで無害って言うたんですね。そうですよね。いや、それは分かりました。まあでも大喜利じゃないので、別にいや面白かったりとかすると思うので、改めて考えてみると別に悪くはないと思うんですけど、ちょっと変わった人だなっていう印象は出るでしょうね。出ますね。出ます。でも疑いなくちょっと変わってらっしゃるので、あ、でもそうそう。その意味では、いや、ミスリードしてるわけじゃなくて、実態表してるから、まあいいかもしれない。まあ確かに、まあ確かに、確かに。ちょっと言い訳がありまして、もともと真面目に面接を受けてたんですけ ど、まで、そしたら話してるエピソードと実際の雰囲気にギャップがあって内容が入ってこないって言われてそれどのエピソードですか？首相なのか首相の話なんですけど。なるほど。それ多分10人とか人数が伝わってないからじゃない。向こうが多分100人ぐらいのさ大所帯をイメージしちゃうと伝わってこないけど、10人っていうのをまず前提に伝えた方が、相手のイメージが全然100人の話と10人の話してると全然違ったりするんじゃない。はい、いろいろ数字が入ってるとイメージがしやすい。何でも数字で答えてみるのかっていうのは初対面の人は理解しやすい。そうで、10人とか100人がどっちが偉いとかじゃなくて、その組織を全体としてどう引き上げたのかっていうのが大事なので、別にこれは5人でも3人でもいいわけですよ。それをどうコミュニケーションを取ってどう持ち上げたのかっていうのがすごく大事なので、別に人数で劣等感を感じる必要はないので、隠す必要はない。第一志望がないのか、どこに行きたいのか自分でわからない。ここにないことは僕悩みじゃない。ビジネスマナーみたいなもんですから、誰にも左右されたくないんですよ、松原さんは。